上宗隆です。違うか、吉田サラダです。ウィラムスワローズということで、8月23日ヤクルトスワローズ対広島カープ5対4で勝利しました。スワローズ、よっしゃ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 、なんて素敵な試合なんでしょうか。もうね、ここで打ってくれ、頼む村上選手、ここで打ってくださいっていうところで打ってくれましたよ。まさに村神様、救世主、かっこよすぎる。打った瞬間ホームランって、あのことを言うんじゃないでしょうか。もうね、惚れ直しましたね。さすがです、村上選手、本当に素晴らしい。いやー、今日ね、現地で見た人はもうめちゃくちゃラッキーやなと。もうテレビで見ててもね、めちゃくちゃラッキーな気持ちだったんで、本当素晴らしいなと思いました。っていうかね、あのホームランが生まれたのも塩見選手のヒット、そしてなんと言ってもキブレハン選手のフォアボールですよね。あれ選んだのめちゃくちゃでかいじゃないでしょうか。あれ選ばずにね、アウトになってたら絶対村上選手と勝負してくれなかったと思うんで、キブレハン選手のフォアボールは影の MVP に値するんじゃないでしょうか。本当にナイス選球が良かったですね。そしてですよ、あの山田哲人選手の代わりに出た、宮本武選手、大活躍ですね。もうこの調子で頑張ってもらいたいと思います。山田哲人選手がね、あの調子戻してきて、もう俺戻るとこないんちゃうって心配になるぐらいの活躍をしてもらいたいと思います。そうするとね、もう相乗効果でチーム全体が上がっていくと思うので、宮本武選手、この調子で頑張ってもらいたいなと思います。あと石川投手ですよね。石川投手はね、初回点取られましたけども、その後はね良かったと思うんで、まあ久しぶりの登板ですから、この後はね期待できるんじゃないでしょうか。勝ち星ね、積み重ねていってくれると思います。あと木澤投手が今季7勝目、もう7勝すごいですね。でもですね、僕、内山選手ね、内山捕手、今日もいいプレーしてくれてね、すごい頑張ってくれたんですけど、内山捕手と木澤投手ちょっと相性っていうか、まあ合ってないような気がしたんですけど、そこがちょっと気になりました。ピッチャーの間とキャッチャーの間がなんか合ってないんかな、だからしっくりこなかって点取られちゃったんかなっていう気にもなったんで、今後の課題かなとそれは思っております。まあね、今日勝ったんですけども、横浜さんも勝ちましたね。え、阪神青柳選手に勝ってやっぱ勢いあるなということで、もう負けられませんよ、ヤクルトスワローズ。頑張っていきましょう。で、とにかく頑張って、9月で、もうラストスパートをかけましょう。今は耐える時です。耐えましょう、みんなで。明日の先発は高梨投手です。高梨投手、頼みますよ。この今日の勢いでね、勝ちましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。村